おはようございます。スローバーステーションの由紀です。さあ今回も始まりましたイエスロー企画、今回の実践基準パイレーツワールドですね、よく売ったんですけど、あの番長2の後に出た大東技研さんから出た、番長2の後に出たパイレーツワールドですね。で約8年前かなに出た機種なんでぶっちゃけ覚えてないです。なんですけど、まあ思い出しながら打っていきたいなと思っております。で、改めてイエスロー企画のルール説明をさせてもらいます。こちらになります。っていう風になってまして、やっぱりそのサイコロで、今日一日全てが決まるので、しっかりサイコロ振っていきたいと思います。あとは負けちゃうとね、次の実践機種ジェバラ工事になっちゃうんで、しっかり勝ちにこだわって打っていきたいと思います。ただ、前回輪掛けで、むちゃくちゃ買ってたんで7500枚出せて、で、今貯蓄が、Amazon ギフト券60枚ぐらいあるっていう状態なんで、負けたとしてもあれなんですけど、しっかり勝てるように打っていきたいと思います。そのためにはまずサイコロですね、しっかり振っていきましょう。はい、お願いします。はい、このいつものアプリで振っていきます。僕は見ないんで頼む。だっ、はい、じゃあこれでお願いします。これ訂正って確かどないしようもなかった気がすんだけど、下克上。はい、じゃあ打っていきます。パイレーツワールド、機械割りとスペックから説明していきたいと思います。まずボーナス、A プライオリティですね。でボーナスが若干重たいです。799分の1から744分の1、あまり設定差がなくて、で ART の初当たりが340分の1から181分の1っていう風になってます。これが2倍ぐらいの差がありますね。でペイアウトが、97% から 117% と、6はハイスペックになってますね。でその ART の初当たりがなぜこんなに2倍ぐらいの差があるのかっていうのが、まずゲームフローとして、状態が定額、通常、高額3つあって、で当然高額で、レア役引くと ART の抽選が優遇されてると。その状態がいい時にレア役引いて全長を経由してオーシャンドライブ、これかオーシャンドライブ、 ART でのオーシャンドライブを目指すという。でもしくはボーナスを引いてボーナス中に抽選される ART 抽選をさしてオーシャンドライブ当てるかっていう、2パターンになりますね。で ART 中にもボーナス絡めて出玉を伸ばしていくというようなタイプになってます。で今これ酒場トゥルーが来たんですけど、ここが降格ステージ、降格の下になりますね。バルバロス様はアークの首に賞金を、そうバルバロスね、このバルバロスが海賊王なんですけど、これ中継行きました、海賊王なんですけど、今日はこのバルバロスを倒すのを目標にします。っていうのは目標って言っても、この台レジェンドドライブしかないぐらいしかないんでね、最強特化トーンです。その海賊王のバルバロスを倒したら入りますね。かなり自力要素高い台なんで難しいんですけど、ゲーム性がね、その ART 突入したらオーシャンドライブすげえ面白いんですよね。でもそれでも結構ね、その駆け抜けが多かったりとか、やれなさ、あまりにもやれないんで、賛否両論多い台でしたね。なので結構すぐに、お客さん離れてしまった台でもありました。ああ、違う違う、来た。1000分の1ぐらい。あれもな、その今絶対高額じゃないんで、25% ってところですかね。208ゲームあれもこれ、連続で撮影しましたね。赤まで行けば、うわ、なっなっち、発展しちゃいましたね。これは弱いかも。演出見ますか。これちょっと成功させたいのよな。はい、赤い、はい、いいっすね。取れ、ボーナス。まだ続いた。3ゲーム行きましたね。あるかも。取れ。うわ、あかんのかい。おお、でかっ。いやでもちょっと待って、これ強かったっけ、なんか案外みたいな感じだった気がすんねんけど、はい、どうやったっけ。発展しましたね。でも大丈夫かなこれは。なんか引いた、弱点引いたけど関係ないから、閉まれ。よし、閉まったね。次赤、赤っすね。はい、閉まれ。うわ、発展しまった。どう、オクトパスセット来ましたねエーテルやつ、エーテル、これ早かったんじゃん。エーテル 50%、 80% 大丈夫そうですね。装填、
オッケー、大丈夫でしょ。連打ちゃうか。あー、こうですね。出てくるでしょこれ。でもなんか案外その復活に振り分け多かった気がします。はい、そうですね。ドクロの糸出てくるんですよ大概。あ、下羽消えてる。これなんか引いた、違うか、確定ですか。いきましたね。え、これボーナス、どうやろう。なんか弱点のボーナスの可能性もなくはない気がしますね。223ゲーム、 ART だとしたらオーシャンドライブ突入時の時あの演出すげえかっこいいっす。え、 ART でした。かっこいいっすよねこれ。だからこっからおもろいっすよ。だから準備中がまず規定ゲーム数消化したりとか、最大77ゲームかとレアエクで、エクストラゾーンみたいなのありますね。特化ゾーンです。まあなかなかないんですけど。いや、エクストラゾーンは入ったことないです。でもなんか結構粘ってると思ったら始まっちゃいましたね。はい、こっから開始です。はい、でこっから純増約2枚で30ゲームプラスアルファですね。でクリスタルを集めるゲーム制です。はい、こっからですね。で相手がまずレイチェルと、で、ここから30ゲーム始まるんですけど、左にクリスタル青と黄色と紫あるじゃないですか。で青が100ポイント30ポイント20ポイントってなってて、でポイントを貯めるレアエクを、これレアエクじゃなくてリプレイ引いたんで今、あ、特殊リプか、これが紫に対応になります。リプレイ引いたら青で、これ一番低いとこ選んじゃいました。特殊リプ引いたで20ポイント貯まって右上に蓄積されていきます。でこのポイントに応じて継続のジャッジしてくれてます。1万ポイントまでいけば継続確定、かつバルバロスとの戦いになります。海賊王ですね。でそのバルバロスの対決勝てば最強特化となるレジェンドライブに入ります。でレイクとか引いたりするとかける2倍ゾーンとかあるんですよ。ポイントかける2倍ゾーンとか、だからいかにレイクとか引いてポイント3倍とか引っ張ってきて、この700ポイントとか実はもう2100とかなるんで、今はとりあえずこの700更新で特殊リップを引きたいですけど、リプレイなんで50ポイントで寒いなっていう感じです。いやマジでこれでもたまになんかものすごいでかいポイント来たりするんですよ。そうなった時にマジでレバー力入ります。あ、これ外れ引いたんで、これで倍、3倍がいい、2倍か、2倍なんでこれ700ポイント欲しいですね。特殊ベル、特殊リプリリーベ頼む。あ、まだ引いた、ちょちょちょ、あ、引いた、おーしよしよしよし、もう1個あるぞ、頼むベル、うわくっそ、ベルでいい、 OK ナイス。でこれでアーク選ばれてキープ、キープ来たら、また続きます。レイチェル消えてくれたんで可能性ありますね。発展しちゃいました。で3690ポイントので、まあ、当然バルバロスにはいかずレイチェルとのバトルになります。で勝てばオーシャンドライブ継続になります。で初期アタックですね。3690ポイント分減らしてくれます。はい、まあ、半分にも満たず、でこっからリプレイを4回引いちゃうと、まあ、リプレイとか特殊リプレイ4回引いちゃうと最終バトルに行っちゃいます。出会い子はチャンスですよ。弱点どう、どんぐらい減る、結構減りましたね。あとはベルどんだけいけるか。いやー、やばい、引いてもたら、たまにかわしたりするんですけど、で今リリーベ引いたんで1個減っちゃいました。これあと3回引いちゃうと最終決戦いっちゃいます。はい、これであと2個、なんでやねんほんまに、かわせ、やばい、 OK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 、 よしよしよし、もういってまい、赤まで行きたい、よしよしよし、これ継続してほしいですね。はい、これで、ああ今でもかわしましたね、食らってまうかな、あー食らっちゃいましたね、食らったんでこれで4つ HP なくなっちゃったんで最終決戦に行きます。でアークが押し切れば継続です。いけなー、これであかんのか、復活はないですね。いやーそやねんな、あそこまで減らしても結局そやねんな、終わっちゃうのよな。132枚で終了です。まあ、この後引き戻しゾーンにありますね。めっちゃ懐かしくないですかこの引き戻しゾーン。まあ、レアエクとか引いたりしたら戻ってくれますね。ダメでした。
っていう感じの流れです。そういえば先日誕生日迎えました。よく30超えてるやろって言われるんですけど、一応29歳になりました。20代ラスト楽しみます。当日ね、あの会社からプレゼント届いたんですよ、家に。その様子が大仏ステーションにアップされてんのかな、なのでよかったら見てみてください。でダイソンいただいたんですよ。使ってみて感動しましたね。すいません、これ強水化です。斜め揃い強水化ですね。もう今までその安い掃除機使ってたんですよね。で普通に吸い取った後パッて下見たら僕の前髪っぽいのとか擁護してたんですよ。そのダイソンやったらもうそれが一切なくて、さすがやなって思いました。でまあほんまにそういうねサプライズしてくれる会社のみんなスタッフっすね、まあ恵まれてるなって思います。感謝しかないですね。29歳心機一転頑張っていきます。さすがに3ゲーム継続。あー金持ちや。あー今 G のいましたね。プレミアいました。名前忘れましたけど、230ゲーム。はい、初当たり2回目っすね。いいね、これはもう最後までしっかり見ます。いつも赤、相手がレイチェル。さあ頑張りどこ、いいね、しょっぱなから700。もう全部高め選んでいこう。リープよし、ばっかなんでやねんほんま。リープダメなかったのによ。リプレイよし、これはリプレイやろ。なんでもうほんまにこれリプレイやろ。なんでもうほんま頼むって、もうほんまに。いやほんまこれやな。でもほんま今パイレスワールド売ってるって感じがするわ、こういう感じね。いやこれも500欲しいよ。もうほんまにナビラシの時はリップ来いよなあ。よしよしよし、500最後取りましたね、ギリギリ。ただまあ発展しちゃいましたけど、2810はきついて、ちょっと少ない。ここでボーナスいくしかないな。もうレア役よし、これベルっすね。まあちょっと減らしてくれるんですけどね、ベル引いたら。ほんまちょっとやな。よしよし、2連続 OK。 おーいいね、うまい。3ゲーム連続ベル結構減った OK。 もう少し行きたい。ナイスナイスナイス、もう一回ベル、うまい。超えれるかこれ。よし、アーク、ナイス、うまい、いい感じ。もういってまい、あとミリ、くっそ、あとちょっとやのにこれ。よっしゃ、いった、オッケー。最後200、中テリー決めて勝ちましたね。うわー結構今の上手でしたね。はい、これで継続です。第2話大変や。さあ次メガロスね、ゴーワンザメで、1万ポイント超えたらそのバルバロスなんですけど、基本的に1万ポイント超えたごときじゃちょっとやそっちじゃ倒せないんで、一応5万ポイントまでいけば確定でレジェンドドライブですね、まあ、そこまで届くのは至難の技ですけど、こっから頑張れ、踏ん張れ。よしよし、熱い。まずこれリリーベ、うわーこれ欲しい。よし、いったか、ナイス、1400。 OK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 、 十分出した。レア役いいだ、弱スイカかな、弱スイカっすね。で3倍、大チャンスです。ベル、これちょっと多めに欲しいな、ここの振り上げ。来い、うわ100かよ。あれボーラ、え何これ、え何今のちょっと待って、え、あボーナスか、あボーナスっすね。よし OK、 ボーナスでした。弱スイカで当たってたみたいです。 ART 中のボーナスは俺ベル
でボタンプッシュ出て ART の初当たりの抽選のチャンスですね。まあ残機の抽選です。さあでもちょっと乗ってきたか、流れちょっと掴んだかもしれないです。はい、あープッシュ出へんが、あ出た出た、これではい大か、1個も取れず203万円の獲得ですね。でもう一丁おじさんドライブかっこいい、はいスタート、あーポイント、あー引き継いで、しかも30に戻ってる、大チャンスでしょこれ、これものにしたいな。そうでしたね、だから ARTC のボーナスが強かったや、まあ重たい割にやっぱ強いっす。これ1万ポイントいかへんかな、うわー500欲しい、よっしゃ7300まで来ました、1000ありますね、ナビ出し、よし OK。 さあ今これで8900ですね、こっからどんだけ粘れるか、あと1000やからな、うおちょっと待ってくれ、これちょっと3分1でしょ、え3分1じゃないんか分からん、ちょっと厳密な確率分からんけど、頼む頼む頼む、1番俺はお前が欲しい、ナビなしのガツいんか分からん、ナビなしや、どうベル止まってお願い、ガーあー最悪や、マジかよ、あーうわーマジで、しかも2万ポイントあれば全然倒せたかもしらんのにな、バルバロス、まあでもこれは継続に決するんじゃない、さすがにだいぶ減らすやろ、あーもう余裕っすね、いやでも余裕ぶっこいつは負けるかも、攻撃しとこうアーク、あやってもたかもしらんこれ、どうしよう、負けてもたらかなり痛い、耐えろ、よしナイス攻撃、ベル引けよ、なんでいかれへんこれ、食らってもだ、えどうこれ、一個も攻撃できんかったっす、攻めろよ頼むぞナイス、そりゃそうよ負けられへんって、それいやあんな1万ポイントの振り分けあるって知ったらもうやばいな、あー最悪2900っすね、怖い、終わってたまるか、半分もいかんよな、3分の1ぐらいしか減らせませんでした、リプレイ、あーやばい、あと1回っすねリプレイ、あーいったが無理、ダメっすね厳しい、ここでレア食いたりとかしたら話別なんですけど、せやんな、これはしゃあないっす、一回も攻撃できんかった、これでしょ、あーどうこれ、これでボーナスとか来たらよ、戻らんから522枚です、ダメか、まあでもどうすか、ゲーム性個人的には好きです、面白い、もう自力感が強すぎて、さっきの1万とかのねクリスタル来た時なんてもうやばいっすよ、むちゃくちゃ熱くなれる、で倍もねさっきからもう影2倍とかしか取れてないですけど、マックス20倍あるんで、それとねもう5倍とか持ってきて1万ポイントとか取ったりしたらもうレジェンドドライブ確定やし、まあ、20倍とかもうなかなか出てこないですけどね、まあほんまにその ART 中のレア役そしてボーナスがかなり展開を左右しますね、この台は。ジャックスイカですね、あ発展しました、一応ジャックスイカを引いたんでね、そっから発展しはしてくれましたけど、一応酒場で引いたからそれがもしかしたら、あーちょいもっぱついたぞ、どうやこれ、まあでもジャックスイカじゃ弱いかな、でも一応前兆ステージ行きましたね、メガロン、よっしゃこれでもう一丁、うわ行ってもだな、どうやアーク攻めてくれたらいけるけど、うわまずい、ここここよしよしいけるぞ、プレミアは出てないけど、
あるあ、当たった。あー、大胆ですよ、話したら行っちゃうんですね。104ゲーム、これいい当たり方ですね。高額中の弱水化からおそらく当たりました。今のところ結構挙動いいぞ。はい、ここいいっすよね。通常時とか普通にそのまま青ならぞろいから始まることがあるんですけど、そしたらレジェンドライブなんですけどね。まあレアです。そろそろエンジャーが1万超えても海賊王でやらせてくれよ。うわあ、押し取った。うわ、違う、ちょっと待って、気持ちいいや。あっち、ちょっとこれさ5倍やねんけど。マジか、ちょっと待って、5倍かける1500、6750。まあとりあえず行こう。集中、真剣に行きます。左ファーストがいいかな、左ファーストが波なし、どっちか波なし。あれ、でもエース起きてないから怖い。メル止まれ。うわー、なんでやねん、もうパリボーなんで、なにこれ、全部777っす。え、プレミアじゃないんこれ。どれでもいいわ。え、また取った。ボーナスか。あ、そういうことですね。いやー、まあでもいいか、まあいいでしょう。オッケーオッケー、よし、オッケーオッケーオッケー。うわー、マジしびれた今の。よし、いやー、ちょっとストックは取れないですね。247枚で、これで2セット目に行って、また30ゲーム再セットで、5倍のやつがまだあったと思うんですけどね。さあ、レイジェル再戦です。ありますね、まだリプレイがいい。うわ、違うって、それ寒い。うわ、2500か、取っとこう確実に。もうええやろ、高め。ベル、リップ、なんでやねん、ほんまに全部安いわ。痛いな、全然生かしきれてない。詫びでこれも、よし、詫びの1500もらいましたね。優しく中指、左、右、中、しゃ、OK、 7300、もう一回中指、よし、いける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 、これです、スミブレ。一回叩いてくれ、俺この大事な時さマジ取られへんねんって今、ほんまに。と、一回頼むわ、決めてくれ。一冊これちょっとなんか、まあ、わざとやろこれ、ほんまに。いや、まだいける、まだ十分ゲーム差ある。ほんまに俺が一回バルバロスやらせてくれ。どう、あっ、よし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 、オッケー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 、いって、あー、もうほんまに、もうなんでやねんこれ、いつだったらいけんねん。あー、めっちゃくる、これでも多分リリベ引かんかったら行くんちゃうか。3分の2、これは楽勝っす。 OK。 あ、ボロボロっすよ。あ、行ったわ、1690。海賊王と戦います。マッチングありがとうございます。これはちょっと勝たなあかん、まあ、とりあえず継続は確定です。勝利でデレンドドライブ突入、やりたいっすよね。ちょ、ほんまにかと、すいません。
いやーほんまにこれもうどんだけ化けてきたかこいつに。まあ容量は一緒です。ベル行かなあかんで、4回リプレイでなくなっちゃうと最終決戦いっちゃうんで、このメーターのままいっちゃ絶対勝てないです。一番熱いのがここでボーナスいくこと、それが一番熱い。救済は耐えるんやったっけ。いやダメか、あー耐えますね。うわマジで攻撃してや。救済は大丈夫。あー減ってまうんか、あと1個しかないです HP。 OK、 外れか、違うねよな、クレセントちゃうねんって。全然減らへんしな。あかん、耐えて、救済、あー電球それはあかん、あー減ってもうた。まあでもここでレアがいけば何とかなるかもしれません。あーでもラビないぞ、どう、あかんっすね。奇跡的にこっち行ったレジェンドライブ最強特化ゾーン倒せ。あー全然ダメや。私は神だ、お前を祝福してやろう。しゃーないっすね。いやーもうこのシーン何回見たか。俺の愚かさを噛み締めるがいい。悔しい、歯がゆいっす。わーしゃーない、まあでも継続は継続っすね。424枚でした。まあこれはちょっともう一回バルバロス行くしかないっすね。秘宝です。社前がマイナス1000枚いっちゃいました。ゲーム数も結構ハマってきちゃいましたね。550。お、でかい。外れるデカプッシュかこれ。走れミーナ、赤文字。ああボーナスか。702ゲーム、天井200ゲーム手前で当たりましたね。はい白バーです。さあこれちょっとな、 ART 入れんとな。マイナス1200枚まで持ってかれました。よし5匹目。はい6匹やから 20% ぐらいかで ART ですね。これでも欲しいな、マイナス1000枚までいきましたこのボーナスで。よし7個目。あー微妙やな、7個。これ当たらんかったらきついな。あかん、弱い。ああでも続いてる。チャンスアップないんか、俺が当たってくれ。あー終わった、やばいぞこれ、やばい。ちょっともうマイナス2000枚いっちゃいましたね。でゲーム数も今また600ゲームハマってます。さすがにきつい。もうさっきのハマりからまたこうやって600ハマって、もうデスコンすぎるでしょ。ちょっと一回休憩します。下克上、これちょっとな、高設定になりすましてた低設定か。いやーちょっと頑張らなあかんな次の ART。ちょっとマジでボーナスいらんぞ。ちょっと待て、ほんまにいらんぞ。大丈夫？オッケー、怖え。ちょっと多少データカウントずれてるかもしれないですけど、まあ今890なんでいつ発動してもおかしくないっすね。ちょっと待て、あこれかな、アクアちゃん可愛いですね。はい、で連打じゃなくて、あ激、あこれ、あちょうど900ずれてなかったっす。これ天井ですね。でもう即告知と契約成立。おー
おお、じい様よ。あ、これで当たりか。さあ905ゲームっすね。天井です。AR 定換1700ゲームほどハマりました。このオーシャンドライブ命と取り返っこのつもりでやります。さあバルバロス目指して打っていきましょう。ポイント貯めていきましょう。レア子役固まるならここやぞ。頼むぞ。ただで終わんなよ。オッケー。ベルはいらんねんて。うまい。よし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 。弱性化っすね。でプラス、いいね。500ある。オッケー、いいね。リップオッケー。うわ欲しい。いったかこれ。オッケー。まだ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 。こっから粘りのきやぞ。おっさ、多分弱性化っすね。オッケー、影さん。ここリップ、リップレ。あー、ベルか。休め。オッケーオッケーオッケー。ベル、ナイス。これ来たらバルバトスで、バルバトスじゃない、バルバトスはガンダムや。うわベルでいい。オッケー、これでいきました。1万ポイント。キープ。まだ。さあ1万170でバルバロスです。ここでやったが100年目。ほんまにそう簡単にはいかへんねんけど。よし、攻撃初めてしましたね。バルバロスクレセンツ。結構減るね。ってことは。まあでも今の結構減った方か。ベル引いていこう。やめて。うわーちょっとほんま頼むわ、攻撃してくれ。クレセントでいいから、クレセント。やめてよ、食らいすぎやろ。オッケーオッケー、耐えた。ラムストライク、全然攻撃してくれへんねんけど。レア役、あーうわー、耐えて、はじけ。あーあかん、言ってもだ。最終決戦、3分の1はなんとか減らしましたけど、いかへんかこれ。うわそうやんな、強すぎるって。あまりにも強い。ほんまに勝たれへん。ちょ、ほんま無理ちゃうこれ。無理ゲーやんな。どうやって勝つんこれ。そやな、なんぼ食べなあかんねんって。そやな、2、3万いってやっと半分スタートぐらいやもんな。さすがに大丈夫っすね。よし、このベルの息を先やっておくれたら勝ってた気がするんだけどな。まあまあ言い訳でしかないもんな。マイカダンクちゃん倒したいですね。今日ここは倒せてないんで。でもキープ3つある。頼む、やめて。うわー、まあ一応5000くらいで貯めましたね。だいぶ頑張った。ここ超えたいな。ナイス、出会えっか。減らしきらい。よしよしよし、うまい。こんなベルいかれへんぞ。いいね。あとメーター一つぐらいかこれで。おっ、だいぶいった。あと1回。おっさ、うまい。めちゃめちゃ上手にやれてる。今回のワークは一味違う。さあ4は行きました。今日初めてですね、ここまで行った。でバルバロスか。あ、そうか、出てくんのか。一応3つ倒したから次バルバロスなんですね。でここは継続、ここはより多く貯めて海賊王に挑みましょう。ちょっとボルテージ上がってきましたね。ここで決めましょう。
1000じゃん。 OK。 さらに出会い役引いていく。気持ちいい、頼む。ボーナスで5倍でしょ。 OKOKOK。 ボーナス欲しいない。うわリプレイナイス。3500、あ2500、あベルか。今リプレイのナビだったのに。耐えろ耐えろ耐えろ、こっから耐えろ。よし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 、まだ行くな、まだ行くな。あー7200か。まあまあ普段やったら行かへんところを行ってくれるだけでありがたい。勝ちましょうか。そろそろ白黒はっきりつけましょう。アークのが強いってところ、全然減ってへんな。さっきの引き、今までの引きをここで使ってくれたら勝てる。天平くなんでやろ。どうしたよ、ここここここ。あーあかん、やらしてくれレジェンドドライブ。あーすーっそ。いやー叶わへんな。力の差が歴然っすよね、ほんまに。素晴らしい。うわー違うねんな。ベル、うーこれなんぼ7500か。一気にいくな。五感を研ぎ澄ませ。おっしゃいったぞ、やっと取った。でかいの、もう一度ベル。違うな、ちょっと噛み合ってない。まあ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 十分。耐えろ、連戦っすね。怒りの連コインやこれ。リベンジマッチ。そう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 、その調子でいこう、勢いでいこう。うまい、そうや、もっともっともっと。ラブストライク、うまい。オッケー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 。これレア役や。やめろやめろ、ほんまにやめて、ほんまにやめて。千載一遇のチャンス、ここで掴む。おっし、結構耐えてるっていう。あっいけるぞこれ、あるぞ。よし、赤までいったんちゃう。メーター、ほらほらほら、あと2回ぐらいゴイさんいくぞ。耐えて耐えて、このあかんとか、天気はあかんのか。マジで頼む、マジで頼む。ベル外れてもいい、何でもいい。アークが攻撃してくれたらいける。ずーん、いやまだ分からん、耐えれる。ヘルだヘルだヘルだ。いやでもあるでしょこれ、今日一のチャンス。なんかこれもう一個レア役いただきましょう。引かれへんか、頼む、マジで頼む、マジで頼む。いけよ、私は神。もう、いやそれもほんまに、はあ、言葉も出んわこれ。うわあかんか。まあでももう一回チャンスあるんで、再戦っす。いやこれお前減らしきるしか無理やな、ほんまにもう。うん、だいぶ頑張ったよ今、めっちゃ止まったのにな。はい、神曲っす。おうおちょっと待って、
これ3倍やろ。戦れあかん、ちょっともう今日は使う予定なかったんですけど、もう使うしかなかったっす、ここ。すいません。リルベを引かせてください。お願いします。この球ですね。わかりました。うわ、右ファースト。うわあ、3万外した。もう感情が追いつかへんわ。もう無理や、疲れた俺。16,900、14,690。今こそ神を倒す時っすね。ここでレア役行こう、ほんまに。それが一番手っ取り早い。ハズレか。耐えて。あー、使ってもだ。耐えろ。あ、それはあかん。これクラウド確定ですかね。あー、セアンダ食らってまうよな。もう、よし、耐えた。なんで全然攻撃してくれへん。耐えたらでかい。あー、やばい、あと1個攻撃しろ。そうや、よし、粘ってる。あー、赤までは行きたいんですけどね。あー、これは食らってま、あかんか。こういうので買ってくるよ。ハズレ、どう、ハズレは。せやんな、無理やんな。まあでもなんだかんだね、10セットまで継続してますね。いや、獲得倍率も1000枚いきました。ちょっとピンチっすね。2310ポイントでレイチェル戦。さっきの勝負とはまた違う。とりあえず継続しよう。相手弱いはずや。よし、あんだけ海賊王でやってればこの辺の海賊には負けへんやろ。いいね、かわして。うわ、やばいな。あー、これはいったか。よし、かわした。攻撃せえよ。よしよしよし。うわー、揺れまくりや。あー、かん、壊れるかもしんないな、これ。半分ぐらいしか減らせてません。粘れ。あー、終わったかな。あー、終わりましたね。トータル1156枚ですね。10セット継続なんで、だいぶ頑張ったと思います。下克上。はい、ということであの後の語りあったんですけど、まあ、ここで時間来てしまったので終わりたいと思います。久しぶりにこんなにバスロと向き合ったというか、かなり熱く打ったんですけど、まあ、結局ね、海賊王は倒せずということで終わったんですが、まあ、むちゃくちゃ楽しかったです。このでやっぱり、ね、こんなに熱くならない、久しぶりにしましたって感じで、まあピークはもう完全に
あそこでしたね、1000枚のところがピークで、まくりきれずっていう感じで、まあ今マイナス1000枚超えっていうところですかね、なんですけど、まあちょっともう時間来てしまったんで終わりたいと思います。じゃあ最後設定ですね、なんですが、なんか結構当たり方としては悪くないのが多くて、モード移行もしっかりしてて、広角移行してて、で弱水が1回当たったっていうのが、まあ、個人的にはポジティブな要素かなって思ってるんで、まあ123が確か共通なんですよ、そのモード移行とか。123がないのかなっていう。ただ6はもうペイアウトが117なんで、そう簡単に負けへんのかなっていう、119がこんなに振れへんのかなっていうので、4予想で行かせていただきたいと思います。ファイナルアンサーで、はい。じゃあ自分で確認させていただきます。4、え、これさ、当たったらあの実費購入回避でいい？え、ほんまにそんな軽い？4で出たらあの実費購入回避させてもらえるらしいんで、4で。あー惜しい。いや分かってたよ絶対、そらそう言うわな。あーマジか。5っぽい荒さっていうかな、まあ天井行ったりしたから、まあ、どうなんかなと思ってたんですけど、まあ、完全に燃え尽きましたって感じで、まあ今回負けてしまったんで、次の実戦機種は購入になるんですけど、まあ、次貸したいと思います。じゃあこんな感じで続いていくと思いますので、よかったら次も見てください。今回最後まで見てくれてありがとうございました。以上になります。ありがとうございます。はい、というわけでデビルサバイバー打っていきましょう、いきましょう。あと1ゲームあるよ。10分の1、ダメ。デビルオークションチャンス、携帯プッシュ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたは、あっか、とんでもなくいいことが起こるかもしれません。